さん、今年もクリスマスの季節がやってまいりました。私どもジェラは今年もクリスマスのチャリティーコンサートをオンラインですることができます。私はジェラの理事をしておりまして、同時に市ヶ谷ルーテル教会の牧師でもあります浅野直樹と申します。今日は皆さんに素晴らしいソプラノの歌声をの持ち主をご紹介をいたします。月下まなみさんです。月下さんはこれまでたくさんの活躍をなさい、賞を受けているソプラノ歌手、新進気鋭のソプラノ歌手です。私も今から楽しみにしております。ジェラの働きをこうして皆さんの支援のもとに続けられることを感謝いたします。このコンサートで皆さんに寄付していただいたものが世界の子どもたちを助ける術になってまいります。それではご一緒にこの月下さんの素晴らしい歌声に耳を傾けて、世界の子どもたちを支えることを覚えて、ひとときを過ごしたいと思います。
さん、こんにちは。メリークリスマス。ソプラノ歌手の月下まなみです。私は北海道に住んでいるので、大自然をお届けできたらいいなと思って、札幌市にある燃える沼公園で撮影をしています。皆様に直接お会いできないのは残念ですが、オンラインコンサート最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。今日は、クリスマス曲や賛美歌までいろいろ演奏したいと思います。一緒に演奏してくれるのは、フルートの佐川彩乃さんとピアノの竹内美幸さんです。次の曲もクリスマスの定番曲となっています。イエス様のお誕生日をお祝いする曲となっています。クリスマスの時期になったら、街の中でもよく耳にする曲なのではないかなと思います。お聴きください。Thank you.
イエス様のお誕生日が世界中で喜ばれてお祝いされているのは、ずっとずっと待ち望まれていた方だったからです。聖書には新約聖書と旧約聖書があります。イエス様が生まれてくるのは新約聖書になってからです。しかし、旧約聖書にも救い主はこんな風にして生まれてくるよという約束がたくさん書かれています。その約束を喜んで待ち望んでいた一人にダビデという王様がいました。ダビデは神様への思いをたくさん歌にした人でした。その歌が詩編として聖書にまとめられています。今日はその中から2曲、今から演奏したいと思います。ダビデの思いは私の思いでもあります。心を込めて演奏いたします。
続いて、このオンラインコンサートの主催者であるジェラさんから事業の紹介の動画があります。どうぞご覧ください。1900年代を生きたマザーテレサという素晴らしい女性がいました。マザーテレサは神様からいただいた愛をたくさん与え続けた人でした。助けが必要な人のところ、悲しんでいる人の一番近くにいた女性でした。そんな彼女の祈りをこれから歌いたいと思います。クリスマスを待ち望むこの季節、愛の実践をしていくことをより深く考えていきたいなと思わされました。心を込めて歌います。
1年の中で夜が一番長いこの季節、イエス・キリストはこの世の光としてお生まれになりました。私たちの人生にも暗い影を落とすとき、暗闇の中に放り込まれたようなときがあるかもしれません。でも必ず光が差し込みます。最後に歌う You Raise Me Up という曲は、そのことを思い出させてくれるとても力強い曲です。先ほどもお読みした詩編の中から40編をお読みして、You Raise Me Up 心を込めて演奏いたします。詩編40編1節から3節。私は切に主を待ち望んだ。主は私に
耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から、泥沼から、主は私を引き上げてくださった。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされた。主はこの口に授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美を。多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。
最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。皆様、素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。